女子はさ、可愛い子が多いっつうから言ったのによ。ブスコばっかだったじゃんな。一番可愛かったやつはお前狙いだったっぽかったし。いいね。沢本君、さっきのコンテストで優勝しちゃったんですよ。モテるね。でもまあ、あの子とメアド交換とかしたいや、聞いて聞いてほら出したから逆に聞かないでみたいな。うわ、お前どえすんな。なんかだね。バレてなんだよ。ジェーム、うん、うわ、悪い悪い。お前いたんだ。面白いだろ。あいつの声誰も聞いたことねえって話だよ。誰あいつ。立花ね。うちのクラスにいんだけどさ、すげえ暗いし喋んないの。あいつ今まで絶対男いたことねえよ。そうかな。すげえの持ってそうだけどな。あ、眠い。
ちょうどって何のためにあんのかね。お前寝るためだ。そのためか。ケツを抑えるくらいなら短くすんな。親父くせえの中西。お、立花じゃん。もういい。やめなよ。どうだぞ。しつこいんだよ。ヤマト、しつこいんだよバカ。死ね。大丈夫？立花ひどい。やったのは中西なのに。あいつ蹴られたんだよ立花に。マジ？てかマジパンツ見えた。ヤクザくんって誰に蹴られたの？知らない？立花メインで腕組みの。え？ヤマトくん蹴られて怪我したようにパンツ見せられたんだって。ゼブラ柄パンツ回し蹴りを。いやでも。ヤマトくん返して。立花メイ、朝はどうも。いや朝のこと謝ろうと思って。俺がやったんじゃねえけど俺のダチがやったことだからさ。気分悪かったでしょ。ごめんね。友達になろうよ。は？どういう意味？そのまんまの意味。携帯教えて。嫌です。やっぱ面白い。いつでも連絡してよ。いらないんだけど。はい。さっき手怪我したでしょ。ああ。でも俺の傷はそんな絆創膏一枚じゃ。こんだけあれば足りるでしょ。ああありがとう。じゃあ、なんかあったでしょ姉ちゃん。え？さっきからずっと拭いてる。なんでもないです。そう？ならいいけど。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。
橘芽衣、芽衣、なんで電話くれないの。芽衣、俺ずっと待ってんだけど電話。するなんて言ってない。いやでも普通するでしょ。電話嫌いなんだ。でもダチとは話したりするでしょ。友達なんていない。あでも携帯は持ってるよね。自宅とお母さんとバイト先、それ以外は入ってない。マジで。私に友達なんて必要ないの。そんなことないっしょ。人はすぐ人を裏切るし、学校は誰かを標的にしないとやってられないバカの集まりばっかりだし、そういうやつらと仲良くしたいなんて思ってないから。みんながみんなそんなんじゃねえんじゃねえ。同じだよ。都合のいい時だけ人の名前呼んで、呼んだ時には来てくれない。そういうもんだよ。もしもし。もしもし、橘です。おお、何、どうした。あの、すみません、助けてください。あ、メイ、どうした、いきなり。びっくりすちゃう。外にいる男の人、いつもバイト先に来てくれてる人なんだけど、お今日はなんか後つけられちゃってて。え、何、どこ。さっきからずっと。それストーカーじゃね。話は分かった、行くぞ。
ネイ。は？愛してる。は？行ったよ。メイ。分かるよね、今の。あいつマクタムの。分かってる、分かってるから。まさかメイ、初中。あ、ごめん、俺は。いい、謝んなくていい。もういいから。でもさ。いいって言ってんだろ。本当に来てくれると思ってなかったから、こんな私の言葉で来てくれると思わなかった。昔なんかあったの？あ、いや、読んでも誰か来なかったことがあったのかなって。言いたくなかったらいいよ。小学校の頃、学校でウサギを飼ってたの。ある日、友達のみんながそこら辺の草を食べさせたの。私は見てただけだった。ウサギは次の日死んじゃった。そうなるなんてみんな思ってなかった。先生がみんなに問いただしたの。何か心当たりはあるかって。友達だった子が言ったの。私がやったって。メイがやったって。私はみんなの名前を呼んだ。なんでって。私はやってないって。助けてって。けど誰も助けに来てくれなかった。でも今日は違ったでしょ。俺も必要になったらかけていいかな？この番号。メイ、来いよ。ただいま。メイ、今日電話あったけど何かあった？ううん、大丈夫だったから平気。そう？メイ、おはよう。おはよう。
どういうことどういうこと、ヤマト友達になったの。なんかびっくり。そんなずっとやだよ。遅れず早く行けよ。あーやべやべ、行くぞ朝一。待って中で死。ヤマトがね、はあ、どんな子だろうね、何聞いてんだろう、音楽好きかな、カラオケ、そう放課後はみんなで行くんだけど来ない。いや私は行かない。やっぱ一発目テンション上がるやつがいいよね。そうです。マジで本物来ちゃってんのお前。愛子ちゃんは口悪いけどいい子だからね。ありも素敵な笑顔。てっきりカラオケ好きかと思ったんだけどな。ん？だってお昼に音楽聴いてるでしょ。ああ、あれは英会話。英会話？そうだったの。橘さんって喋れないのに面白いね。ねえ、橘さんってヤマトのこと好きなの？え？いや、私はそんな。ヤマトとチューした？エッチした？え？あさみはチューだけだけど。一回だけ。ああ、やっぱ橘さん可愛いから絶対してると思った。そっか。ヤマトってさ、うちの学校のほとんどの女の子とキスはしたって噂だよ。とりあえず可愛いことは全員。ヤマトにとったら挨拶程度のものなのかもね。メイ、そんな風に呼ぶな。メイ、あの時なんでキスしたの？あれはだからさ。キスしてないのが残ってたから。どういう意味？学校のほぼ女の子の全員とキスしたって噂聞いたよ。好きかって言われてんな俺。俺はしたいって思ったことしかしないよ。信じてないでしょ。私はどっちだ。メイ、また私の許可なくキスした。今度はなんでだ。リュウイ、なんかしたくなっちゃった。そうやって誰にでも簡単にキスして、キスされるために傷つく子もいるんだから。喜ぶ女だけだと思うな。そんな好きな気持ちもないキスなんて、こっちは嬉しくもなんともないんだから。今のは挨拶代わりのキス。可愛いなと思った人のキス。今のは進展したい人のキス。目の前にいる人に対しても気持ちなるキス。まだいっぱいあるけど違いわかる。俺のこと好きね。
何も言わないと本気チューしちゃうぞ。心臓が痛い。それは好きってことなんじゃないですかね。今週の日は行く。俺パス。おお、やな感じ。お前来ないとあっちのテンション下がるんだよ。お前ってほんとさ、他校の女子の知り合い多いよな。俺はお前と違ってちゃんとメアドを聞くからね。おお、朝道。ありがとう。朝道、俺も。何してんの？日曜日の企み。何何、朝にも行きたい。じゃあ俺朝ミッチと出かける。ねえ、私は山子と出かけたい。俺はダメ。朝ミッチなんだよ。遊んでんだよ。まーた一緒にいるよ。山子くんの近所のプール。いっつもいるよね。の授業ってやんなっちゃう。運動苦手なの？うん、好き。むしろ好き。見られちゃったか。浅見さんは強いね。人に何か言われてもそれでも人に笑ってられるなんて。そうでもないよ。気にすると余計へこみやすいっていうか、笑う方が気持ちがカモフラージュされるっていうか。でも言われるってことは少しは強くなれたのかな。うん、私はまだまだまだ自分を守ることで精一杯。人のことまでも持ってあげられない。だからね、ヤマトはすごいなと思うんだ。そういうとこあるじゃない。うん、だからね、そばにいたいって思うの。最近はめいちゃんに取られちゃってるけど。え、いいのいいの、私は私で周りのこと言って楽しいから。ヤマトが仲良くしてる子たちはきっといい人だと思ってるから。でもやっぱ浅見をいつでも守ってくれるおじさまが欲しいな。中西くんもいい人なの？あ、またふざけてる。もう真剣にやるってことがないんだから。中西は。メイ、一緒に帰ろう。うん、バカ嫌い。いや、ごめんごめん、冗談だって。ごめんね。いや、おっぱいとか言っちゃう。中西のそういう人を小バカにしたような言い方とか、人の痛みをわからない偏見っぽいところとか、無駄にエロいところとか嫌い。あさみち。中西、お前なんか言ったの？ヤマトなんかほっといて二人で遊ぼうとか、冗談でおっぱい触らせてって。最悪だ。冗談でだよ。てかお前には分かんねえよ。無条件に好かれてるお前に俺の気持ちなんて分かんねえだろうよ。なんだ
あんな浅見さん初めて見た。あんま気にすんなよ。なんか中西だとついカッとなっちゃうっていうか、オロオロしてたよあいつ。帰ったんじゃなかったのかよ。忘れ物。ヤマトは？アサミさん見に行った。無条件に好かれてるわけじゃないと思う。助けてほしい時にそばにいてくれるからなんじゃないかな。朝道のことこそこそ笑うんじゃねえよ。またおっぱいか。おっぱいはな、ないよりある方がいいじゃねえかよ。自分たちが小さいからって悲願でんじゃねえぞ。へ、意味わかんない。ほら、やりたいって、おっぱいと。え、相手してあげなよ。え、そういう意味じゃなくて、おっぱい、これ忘れちゃう。え、そりゃ怒るよ。まあ失敗だ。でもそんな風にあからさまに怒るあさみさんってなかったと思う。いつも私はみんなにはニコニコ笑ってるから。ええー、そうじゃなくて、他の表情見てる中西くんはすごいと思う。もしかしたらそのままの気持ち伝えたらいいのかも。あ、タオル忘れて。じゃあ早く戻んないと。うん、俺もサボっちゃおうかな。こないだはごめんね。助けたつもりが逆に恥かかせちゃった。アサミッチはさ、ヤマトのこと好きだろ。あいつは頼りになるし、好かれるのもよくわかるよ。すげえかっこいいと思うし。でもそれは俺はどうでもよくてさ。でも朝道だけにはあいつのこと見てほしくないんだ。俺朝道のこと好きだから。あ、胸のこと言ったけどさ、そういうの以上に笑った顔とか喜んでる顔とか仕草とか声とか、朝道見てるとその日一日幸せな気分になるんだ。そういうの全部俺が最初に見たいの。ヤマトよりも誰よりも一番早く。俺は朝道のことだけは一番に思ってると思う。ありがとう。うん、ねえ、
帰ろう。あれ、ああ付き合い始めたらしいよ。本当に？うん、よかった。中西がメイにありがとうって言ってた。それから今までごめんって。なんで黒沢くん言うのよ。ああやっと名前。でも大和がいいな。ヤマト。いつか言わせたいな。え？好きって。いつかね。ほら行こう。珍しい。おお、なんだ珍しい組み合わせだな。まあデートってやつ。違う。おお、まあ俺らもおデートってやつですわ。は？ふざけんな。それってあんたはヤマトのこと好きなの？多分。うざ。好きでもないんだったらうろつくんじゃねえよ。気に入らない。ヤマトのこと狙ってるやついっぱいいるし、休みの日にだってさヤマトと遊びたいやついっぱいいるのよ。なんで中途半端なあんたなわけ？ノーノーとヤマトの隣陣取ってさ。ヤマトもさ、なんでエッチした仲の私じゃなくてさ、なんであんたなの？どうした？え？あ、疲れた。なんかどっかで飲むか。そんな、私なんかのことそんな心配しないで。いや、心配するでしょ。彼女ですから。なんで私なんか。あなた、モデルとか興味ない？え？俺っすか？そう。いや、そう。じゃあもし興味が出たらぜひ。はい、あなたいいと思う。あるんだなこういうの。ねえ、今日はもう帰る。なあ、ねえ、さっきからどうした？別に。別にって顔じゃねえだろそれ。ヤマトはさ、隣に私なんかがいて恥ずかしいなと思わない？いや、思わないけど。なんで？ただやっぱり私とヤマトは会ってないなと思って。は？何でもできてかっこよくて人気のある人と、昔から友達いなくて
暗い私とじゃ違いすぎる。なんで私のこと好きになってくれてるかわからない。だからメイ、ちょっとついてきて。懐かしい。俺の中学校。中2から中3の時にね、俺の友達だったやつがいじめにあってた。その頃一番仲の良かったやつが標的になっちゃってさ、俺いじめる側の方についちゃったんだ。暴力とかはしなかったけど、表面上無視してた。でも裏ではそいつといつもここで会ってた。こっそり会って話とかしてさ、俺もどういう神経してんだよ。あいつも辛かっただろ。だけどいつも笑ってた。ある日ね、ありがとうって言われた。いつもと同じように笑いながら。したら次の日転校しちゃったんだよ。俺は最後まで何もしてやれなかった。やたらだった。俺ね、あの蹴りに惚れたんだよ。回し蹴り、メイの。え？周りに何て言われようと自分貫いて物おじしない姿勢。うん。マジでかっこいいと思った。俺の方がよっぽどかっこ悪いよ。メイにはなんかこういう俺もいるってこと見てほしかった。俺のポイント下がったっしょ。こっちのヤマトの方が人間っぽくてずっといい。あのこんなとこで申し訳ないんだけど、チューしていい？メイはさ、自分の魅力に気づいてないよ。その魅力に俺がどんだけ惹かれてんのかも分かってないでしょ。私は俺メイのこともっと知りたいんだ。私はヤマトが私のこと好きになってくれて、私も本当にヤマトが好きになって、自分をさらけ出しちゃったら自分がどうなっちゃうのか想像できない。わかんない、怖いの。したいことすればいいだろ、メイは。今までもこれからも恋愛だって一緒だよ。わけわかんなくなってめちゃくちゃになっちまえよ。
好きになるのが怖いっていう前に好きになんなきゃ何も始まんねえだろ。俺はとっくにメイのこと好きなんだぞ。愛子さんのことは本当？エッチしたって。え？なんでそれ？今日聞いた。したよ。でもメイと出会う前だ。分かった。嫌になった。人と関わって人を信じたら。それだけ一人の時とは違う問題が出てくる。でもそれに立ち向かうことにしたの。私に出会う前のヤマトが今と違うように私も違う。メイ、寄ってく？寄ってこ。あー、むしゃくしゃする。原因は俺じゃないって。まあね。ちょっとまだ服着るまで待って。もうそんなのいいじゃんかよ。別に隠さなくてもよくね。嫌なんだよ、キモいから。俺はそれ見ても気持ち悪いとか思わないよ。ダメ、こんな体じゃヤマトに嫌われる。別にいいじゃん、ヤマトなんか。俺だけでさ。は？お前は今も昔も可愛いよ。あんたに言われても嬉しくない。愛子、愛子、好きな男のために努力もせずに何か得ようと思うやつは認めない。それでメイにいたの？あんな半端なやつヤマトの隣にいる資格なんてない。
見て。愛子、それ2ヶ月で17キロ落とした結果がこれ。ヤマトに好かれたいと思ってダイエットした結果がこれ。でもこれは私がこんだけ頑張ってきたってことなんだ。あんたが好きで綺麗になりたいって思えた。分かってくれるだろ、私がどれだけヤマトのこと好きかってこと。でも俺は愛子のその気持ちには答えられない。とりあえず渋谷にする。ああ、じゃあそれで。私はあんたを認めない。今はそれでいいです。私は今まで人と関わるのをやめてきました。一人の方がいいと思ってきました。でも今はそれが揺れてて、そうでない自分がいます。おはようとかありがとうとかごめんとかバイバイとか声をかけてもらって、それが今はとても嬉しくて。でもかけられてばかりで、そんな自分が今は嫌です。変わるのは今なんじゃないかって思います。そう思うようになったのはヤマトに出会ってからです。だから感謝してる。今は感謝だけでない気持ちもあります。その気持ちはあなたにも他の誰にも負けたくない。私はもうとっくに振られてる。好きなやつがいるから私とは曖昧にできないってさ。もう勝手にやれって。あんたがあんたで頑張れば。じゃあな。頑張り方は人それぞれ違う。何考えてる？ヤマトもあいつも奥手すぎてうざい。消してよ。いちいち隠す。俺にはちゃんと全部見せろ。やめろ。太ってた頃の体も今の体も両方知ってんのは俺だけなんだろ。今日は目つぶんじゃねえぞ。俺を見ろよ。
変わっちゃったね。つまんないよ。おはよう。あ、愛子ちゃんおはよう。ね、クラス見た？なんで愛子ちゃんとめいちゃんも同じクラスで私は違うの？くじゅんだろ。あ、聞いた。なんか一年に面白いやつが入ってきたっていう噂。どんなどんな？入学早々金髪で来た。本当だ。へえ、いい男だな。何してんの？あ、ヤマト、おはよう。ヤマト。かい。前に話したでしょ。守れなかったやつがいるって。うん。それがかい。あの人が？うん。なんでお前一年にいるの？留年したんだよ。体鍛えてるうちに出席日数足りなくなっちゃって、そんで気づいたら鍛えるって。やっぱかっこいいね、黒沢先輩ね。モテんな。病気とかじゃねえよ。鍛えたのはなんつうか自分のため。強くなりたかったからさ。やっぱり許すねえよな俺のこと。うん？ヤマト、どういう意味？え？いや、俺はてっきり俺に怒ってて。何言ってんのお前は。そんなことねえよ。本当か？あるわけねえじゃねえか。なんだよ。いや、こっち帰ってくるってさ、すげえびっくりだったから。それは俺はやっぱ残してきたものがあるから。ねえ、竹村君って黒沢先輩と友達なの？うん、そうだよ。なんで告んのか？でも彼女いるってさ。おお、そうなのか。なんかもともといじめられてた人って噂で、黒沢先輩が好きになったんだって。名前は？立花ゆい。姉さんとかだったかな。で、彼女いったら諦めんの？へえ、今それ考えどこなの。あ、いらっしゃい。カイ君。あ、朝のヤマトの立ち。名前は？立花。立花ゆい？あ、メイですけど。立花メイ。あんたヤマトの彼女なんだって。え？ああ。今日噂で聞いた。あんたがいじめられてたってのも。それで？噂で聞いたら何なの？仕返ししてやるよ。いじめてきたやつらをボコボコに。え？あんたもいつか仕返ししたいって思ってるだろう。俺はあんたの気持ちわかるよ。俺もいじめられてた側だから。俺ね、そのために体鍛えてきてんの。いつか仕返ししてやろうって誓って一年間体作ってた。それでこっち戻ってきた。俺今ならあいつらに負ける気しねえ。仕返ししたいなんて思ってない。え？仕返しってただ相手と同じことをしてるってことだよ。あなたがしたいことは人に面と向かって言えること？
大和にも話せる。私に話せたのは私だったからじゃないの？休憩終わるから行くね。すいません。え？待てよって思った。思い出せって。馬鹿らしくなったよ。ああ、直前まで本当殴ってやるって思ってたのにさ。十分だよ。カイ君は相手に会いに行けるだけの自信を自分で取り戻したんだから十分だし、羨ましいと思うよ。そうか。うん。よし、終わりにする。もう昔のことは終わりにした。何見てんの？めいちゃんとカイ君は仲いいんだね。うん、そうだな。パスタ、ミートソース、パスタ、ミートソース、パスタ、クリームソース、チーズ、焼く。食ったことないでしょ。ない。俺もない。よいしょ。おい、まさし続けて入れんなよ。2曲目は愛子と。な。は？勝手に入れんなよ。いや、いいじゃん。嘘だよ。喧嘩してるね。続けて入れんなよ。大丈夫か？ね、大丈夫？俺次はちょっとな。よいしょ。焼きトウモロコシ食べようかな。ああ、美味しそうだね。うん、確かに。いや、何しろみたいよね。カイ君？あ、いや、俺カラオケとか苦手なんだ。カイ君も？メイも？俺狭い空間にいっぱいでいるとなんか息詰まりそうになるし、人から見られるの苦手だし、大人数に慣れてないんだよ。同じ。友達一人一人はすごく好きなのに、それがみんなになったりすると
違和感があって、こういう風に一人になると妙に落ち着いちゃったりして。なんかわかる。でもそれって失礼なんだよな。それもわかる。でもメイはよく頑張ってるよな。ヤマトなんかと付き合ってたら敵みたいに見てくる奴が見るだろ。そういう中で学校生活過ごしてんだから、俺よか全然。でももう少し変わりたい。そんなモテる人が彼だったら、やっぱり彼女も可愛くなきゃおかしいかなって、見合う人になりたいって思う。メイ、聞こえないよ。いや、恥ずかしいんだってば。え、可愛くなりたいの？え、違うの？うん、うん、見合う人って、ヤマトかっこいいからな。可愛いにもさ、いろいろあんだよ。いろいろ？うん。可愛い部分持ってると思うよ。ありがとう。でも今日話したことヤマトには言わないでね。恥ずかしいから。おう。あ、ちなみに俺はね、ナイスバディじゃなくてもその人の言葉や仕草で全然いけちゃう。いけちゃう？うん、何が？もうヤマト、もうそろそろ帰るぞ。さっき何話すの？何でもないよ。恥ずかしくて言えない。カイトは話せるんだ。行くなよ。行かないよ。なんかあった？雨。カイ君。さっきからずっと吹いてるぞ、俺が来ても。いらっしゃい。ああ、いつものパン売り切れちゃった。え、マジっすか。ごめん、日曜はすぐなくなるの。あれ、ちびっこにも人気なんだよ。ちびっこ。めいちゃん、もう上がって。これからヤマトに会うの？ん？うん。会わないの？約束してないし、そんなにいつも会うわけじゃない。俺は好きな人にはいつでも毎日会いたいけどな。そっか。だから会いに来た。え？俺メイのこと好きだ。固まってる固まってる。でも悪い。本気なんだ。ライブのチケット、今月末にあるんだけど、たまにはこんなのもどうかと思って。考えてみて。はい。駅行くよ。
って海君。ヤマトちゃん、え、なんかお前顔怖っ。ほっとけ。なんか荒れてんな。最近立花ともあんま一緒にいないみたいだし、なんかあった？別に何も。ほら教室の女子たちもお前のこと心配してんぞ。モテるっていいよな。はあ、なんつうか、いろいろ戸惑ってる。中西はさ、うん、自分の彼女が他の男と自分とは話さない話とかしてたらどう思う？話にもやるし場合にもやる。俺とは話さない話。うんだよ。でも俺は別に、いや詳しい内容は分かんねえけどさ、大切な人だからこそ話せねえ内容ってのもあるよな。いやなんだよそれ。なんつーのほら、女同士で話すようなもんでさ、特に意識してない男だからこそそういう話もできるとかさ。いやだからってさ、別にそんな他の男と話す必要はねえじゃん。うん、したいこととされたいことって違うのかな。山と余裕ねえな。いや嫌なもんは嫌なんだよ。だってほら顔赤くして恥ずかしそうにしてる表情とか仕草とか他のやつに見られてたまるかよ。ヤマト、お前ほんと立花のこと好きなんだな。でもごめんな、ちょっと気持ち悪い。自分でもそう思う。ヤマト、ちょっといいか。おう。何怖い顔してんだよ。なんだよ話って。俺メイのこと好きだ。え？俺は負ける気しない。なんて顔してんだよ。でもダメだったよ、もう振られた。え？人が好きで人のために努力しようとしていいもん持ってんじゃん、あいつ。そんなん知ってるよ。ってほっといたら許さねえ。分かってる。待って、カイ君。私これ受け取れない。カイ君の気持ちはすごく嬉しいけど、私にはちゃんと向き合いたい人がいるから。俺の気持ちは大和に負けないよ。いつだってメイに会いたいと思う。本当にありがとう。そんな風に言ってもらえるってすごく幸せなことだと思う。私にはもったいない。ヤマトの方が好きか。どっちが好きとか言えない。そんな風に考えられない。カイ君に出会えたことは私にとってとっても大切だから。でも私はヤマトに出会って初めて人を好きになるってことを知ったと思う。嬉しいことも苦しいこともあるんだなって。
立ち向かわなくちゃいけないことがたくさんあって、へこんじゃう時もあって、それでも初めて向き合ってる。今もまだその途中なの。だから私は受け取れない。中学の時の同級生のめぐみちゃん、今注目のモデルなんだよ。こんにちは。あ、高校の同級生。そう、同級生。そっちは友達。あ、そうなんだ、はじめまして。あ、ね、テーブル先生。あ、そうだね、いいね、大丈夫。あ、本当。じゃあ一緒にしちゃおうよ、ね。美味しかったね。ヤマト君ってさ、モデルする気ない？今お世話になってる雑誌の編集の方が男の子のモデル探してるの。ねえ、やってみない？あり、興味ないかな。ごめんね。ヤマト行くぞ。うん。じゃあな、メグ。じゃね。するでしょ。惜しいな。どうですか？お、いいね。どこで見っけたの？ぜひ呼んでほしいな。林だ。はい。おい、ちょっと見て。ほら。この子さ、あの企画に呼ぼうよ。あ、モデルデビュー？いや、デビューっつうか、まあ、一日だけらしいし、結局断りきれなくてさ。めぐたの出てる私、私超好き。あ、そう、それで撮影日によかったらスタジオに見に来ないか。え、マジで？で、かいくん行きたい。なかなか見れないもんな。めいちゃんも行くよね。え、うん、本当に？めっちゃ緊張する。頑張れよ。おう。じゃあ、ヤマト君もお願い。はい。
いいじゃん、いいじゃん。どう？おさらいいじゃん。教えたじゃん、お手本、お手本、うまっ。おっ、入ったよっしゃ、すごい。いいじゃん、いいじゃん、これだってよ。めぐちゃん、こっち来て。はい。ヤマト君、手重ねてみて。ちょっと逆側向いてくれる？ヤマト君、重ねてみよう。あー、じゃあ、微笑んでで、見つめ合ってみようか。うん、いい感じだよ。あの二人いいね。ヤマト君も初めてには思えないよ。メグの方も今日はテンション上がってますね。いいページになるな。久しぶりにドキドキしてます。ねえ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 、待ってるよ。おお、すげえ。すごいね、私たちこの時スタジオにいたんだもんね。あの時のヤマト別人だったぞ。もうやめろよ、恥ずかしいから。でもなんかかっこよかったよね、メイちゃん。プロっぽくてさ。うん、かっこよかった。え、本当に？本当にそう思ったね。へえ、すっげえ。これでヤマトも全国デビューか。何名先の本当に？しつこいよ。無理。あの、実はさ、続けないかって誘われてんだよね。本当に？へえ。うん、まあバイト代くらいは出すっていうし、辞めたい時は一言言ってくれればいいっていうし。メイはどう思う？いいんじゃない。モデルなんかなかなかできないし、人に求められるってすごいと思う。ああ、そっか。じゃあもう少しやってみようかな。決まり、うん、そっちのページ見せて。メイ、あれ、もう帰るの？悪い、今日打ち合わせ行かなきゃなんなくなっちゃってさ。一緒に帰れなくてごめんな。うん、頑張って。おう、じゃあ。あるとこだぞ。だから帰りに一緒に。姉ちゃん、どうしたの？なんでもない。なんでもないんだったら泣かないでしょ。ほんと、なんでもないから。だったらそんな面見せんじゃねえ。愛子ちゃん、
めいちゃん、この間はごめんね。私この間の撮影行った日からめいちゃんがずっと気になってたの。あの時もめいちゃん泣いてたでしょ。あの時はびっくりしちゃって、私何もできなくって聞けなくって。でもあの時一人で泣いてためいちゃんはきっとつらかったでしょ。うちらでよかったら何でも聞いていいし話してよ。ヤマトの隣にはめぐみさんみたいな人がふさわしいのかなって。モデルをすることもファンが増えることももう慣れたの。ただ撮影の二人を見たら信じれなくなっちゃって、ただの撮影ただの打ち合わせって思っても勝手にいろんな想像が膨らんじゃって抑えきれなくなって、自分で苦しくなっちゃって、思い込みだけで負けてもうダメだなって思って。みんな女の子はこういう思いを感じたりするのかなって、そう思うと私は全然まだダメだなって。ヤマトからメールが来て、やっぱり私が信じなきゃって思って。私もあるよそういうの。本当？自分の中だけで悩んで悩んで自分の中の負のオーラにどんどんハマっていっちゃうってやつ。うん、私なんか思い込みだけじゃなくて何回も男に浮気されたけどな。はい、こちゃんそうじゃなくって。まあでも悩むってことが悪いとは私は思わねえけどな。次の段階へ行くための壁っていうか、その壁にぶち当たるってことは確実に自分は前に進んでるわけで。でも自分のことは自分の行動でしか動かねえよ。何にも自分の足は自分で歩こうとしなきゃ動かねえのと一緒。今日の噂聞いててめえの好きな気持ちは変わんのか？変わんない。だったら相手に見つけろ。ふさわしいかどうかなんてヤマトの問題だろう。好きな気持ちに優れてる踊ってるなんてもんはねえよ。そうだよ姉ちゃん。最近よく一緒に出かける人ってとこ？だってそうだよね。この写真さ、セナと返したことって写真だもん。だってよく一緒に出かけるってさ、ちょっと憧れるね。だってあの二人だろ。似合いだよね。おう。メイ。お。立花じゃん。一緒に出かけたりなんだりって言ったって写真撮っただけだろ。打ち合わせの帰りに飯食っていくこともあるし。でも
あいつはショック受けてるよ。でも俺とメグは何もねえし。は？メグ？いいダチだよ。ただの私に言わないで本人に言いなさいよ。あいつにはそこまで分かんねえよ。ただでさえ奥手なのにあんたハードル上げすぎ。誰にでも優しいことほど彼女を不安にさせることはないよ。彼女と他での優しさの使い分けはちゃんとしなよ。あいつはさっき一人で帰ったよ。自分の足は自分で歩こうとしなきゃ動かねえのと一緒。自分の足は自分で動かさなきゃ。私いつからこんなに弱くなったんだろう。前はこうだったかな。ヤマトに会ってからだ。ヤマトに出会ってみんなに出会って人が増えたことで不安や劣等感も生まれて、でもそこから逃げてきたんでいいのかな。私はヤマトから逃げていいのかな。忘れ物か。初めてちゃんとキスした日、俺のこと好きって聞いたよね。私あの時は何も答えられなかった。でも今ははっきりと分かるよ。私ヤマトのことが好きだよ。慣れてかないで。悩ませるようなことしてごめん。メグとは何もないよ。俺本当にメイのこと好きだから。
るじゃん。初めてかも。今回でさ、終わりにすることにした。モデルスに。もったいない。俺今、もっと大事にしたいものがあるんだ。そっか。うん、残念。まあ俺には向いてないかな。いつでも戻ってきて。で、林田さんに言われなかった。言われた。やっぱり。めぐみちゃん、はい、お願いします。お願いします。またいつかね。おい、好きって言っちゃえばよかったのに。私は、自分の気持ちに正直になって好きっていう人もいるけど、私は正直になったら空っぽになっちゃいます。好きって言ったら何かがそこで終わっちゃうんですよ。モデルやめたらしいよ。ない気もするね、ハサミとしては。ハサミてめえ、うん、だってヤマトの写真かっこいいし。いや、ハサミっち、それより大事なものに気づいたってことじゃないですか。本当に良かったの？しつけえぞメイ。だってやめなくても。俺には一番大事なんだよ、メイの笑顔が。だからいいんだ。でも私は何をしてあげられるだろう。ヤマトにしてもらってばっかりで。そんな時はさ、好きっていいね。それだけですんごい勇気もらえるから。ヤマト、好きだよ。